王道セダンのイメージが強いダイゴも新車を投入予定。モンスターマシン覚醒ファットファイブレーシング編。まあ最近 D1、まあ、似たような車がいっぱい走ってるのでもうつまらない、飽きちゃったということで、僕新しい車を用意して、まあ、それでやりたいと思います。それがこれです。これって言われてもこの状態じゃ分かんないっす。なんとイタリアの誇るスーパーカー、ランボルギーニ・ムルシエラゴ。こうして D1 に参戦するダイゴ、その経緯とは。去年のセマショーの時に、まずフェラーリを作ることにアキレスとなってて、でそのエアロの相談をしに、リバティウォークの加藤さんと喋って、なんならランボルギーニでやろうよってことに2月頃電話でなって、でそのもう2日後くらいに車取りに行って、で始まった感じです。まず普通の車だったらバラすのに、まあ2日くらいあればネジ1本までバラバラになるんですけど、これはもう1週間ぐらいバラすだけでかかります。なんかあんまりバラされるようにできてないみたいで、もう何をするにもすごい大変です。まずハンドルが全然切れないんで、前回りのアーム作りだったり、どうハンドルを切るか、もともと 4WD っていうのもあるし、エンジン一応ターボを予定はしてるんですけど、まず年内1回走らせたいのと、壊れちゃうと予備がないんで1回 NA のまま走ろうと思ってます。ピークのパワーで言ったら 2J とかのは全然あるんですけど、やっぱり12気筒の NA なんで音はすごいかっこいいし、そこそこ力もあるんで、このまま、ドリフトはできるとは思ってます。ミッションは一応後々シーケンシャルを予定はしてるんですけど、とりあえず年内走らせなくちゃいけないってことで、今は1回ノーマルで走らせます。もともと後ろがものすごい重い車なんで、最近前にあるのを後ろにラジエーターにしたりしてるんで、全くそれと逆のことをやって、なるべく前を重くして後ろをなるべく軽く作ってます。音はもう間違いなくかっこいいはずなんで、本当にできるから不安です最終戦お台場投入予定なんで期待しててください。なんとこちらはシリーズ戦に投入予定。早く V12 サウンド聞かせてくれ。